損失補填はしませんよね。それするんだったらみんな誰でもやるよね。フランチャイズチャンネル、コメントお返事会の2回目ですかね。はい、ヒーハイさんさん、なかなか読みづらい、ね、はい。国内のフランチャイズビジネスの多くが嘘の実績や過大広告で加盟者を集めているのが実情。コインランドリー日野南平店は30万円前後が実力値ではないかと思わざるを得ないのではないですか。あとはまんまちゃうが損失補填でもしてくれるか。 FC なんて100点回転して 10% から 20% 成功すれば大成功的なノリでしかない。まあ世の中一般的な人はこういう感じなのかなとは思うんですね。ただまあね、損失補填はしませんよね。それするんだったらみんな誰でもやるよね。損失補填でもしてくれんのかなんていうさ、あの加盟面談者がいたら 100% 加盟させませんよね。まあね、あの武田塾ではそうですけどね、だし、あとそのまあ実力値がひょっとするとね、そうかもしれないですけど、こんなね、あの動画で実況さ中継されるって分かってたわけですからそうそうそう、ね、あのそれを儲かんないだろうと思ってる物件をあのなんつうの、儲かるように見せかけて売ったっていう、加盟させたっていうケースは絶対に今回はないですよね。いやそれは絶対ない、もうね、だからやっぱこの方のコメントっていうのはあのずれてるんじゃないかなと思うんですが、100点回転して 10% か 20% 成功したら大成功的なノリでしかないというフランチャイズ本部はあります。一定数ありますよね、一定数あります、まあそう考えてやってるようなところもあります、はい、なのでまあという感じの印象です、はい、そうですね。次は銀だこについてどうですか、この、うん、浜立さんのね、前回もちょっと触れましたけれども、僕はだから銀だこは結構儲かるよっていう、まあそれはあのたこ焼き粉物とハイボールでね、ハイボール酒場だったらもっと儲かんじゃないみたいな話をしたところで、うちの資格の銀だこは全然売れてないよと、まあそれはそういうこともあるでしょうね、こういうコメントはでも僕はあのいいですかね、FC なんて直でやると儲からないから募集しています。これね、最後とか面白いんでね、これ、FC なんて、そう、今直でやると儲からないから募集、加盟募集してるって言うんでしょ、うちの会社も FC 事業部を作りアントレなんかで募集しています、引っかからないでほしいですそんな会社に勤めてちゃダメだろうっていう話でしょ、だからそういう風に社員の方が直営でやって儲かんないからフランチャイズを募集してる会社に勤めてるわけですね、でそれがアントレに乗っちゃってるわけですよね、でその中の人が本当みんな引っかかんないでほしいなっていう風に思ってるわけですよね、なかなかいいコメントじゃないですか、これリアルな、アントレに乗ってるってことですから皆さんね、気をつけてほしいですね。でもそんな会社にしか勤めてないあなたの実力ってどうなのってねまあね、まあ勤めちゃダメだと思いますよ、そうですね、でさらにそんなところでフランチャイズを募集しちゃいけないんじゃないかと、ね、声を大にして主張してみるのはいかがでしょうかですね、はい、次いくつかここからあの例のセブンイレブンコンビニ問題についてのやつですね、これやっぱすごい、すごい、コメントはついてるんだけど、まあ、代表的なやつでこれ一つね、はい、オーナーさんは個人事業主だから経営判断はオーナーさんがするべきなのに本部が口出しするのはおかしいと思う。あとはちょっと長いんで一言で言うと何ですかこれは。これはだけどコンビニってそういうもんだよね、本部はこう言ってるけど俺はこうした方がいいと思うよということでやったら、コンビニなんて絶対流行らないし、ダメでしょう。でもこういう意見が非常に多くて、皆さんそう思ってるんだなと思いました。そうですね、本部の言う通りにするから儲かるっていうのが元々のね、コンビニのモデルだからね、あとはね、そのちょっと我々に対するこの、批判的なやつで言うと、まあこの人たちのトークを聞いてると加盟者は黙って本部の言うことを聞いてろと聞こえてしまうと、この人たち自分の立場をアピールしてるしか見えないと、あと同じようなやつでちょっと結局前らポジショントークでしょっていうのが、ポジショントークはある程度ポジショントークは認めますよ。なるほどね。僕も学問的にあの公平な立場からあのものを申し上げてるわけじゃない。それはそうです。やっぱこれはフランチャイズチャンネルというチャンネルでね、武田塾というフランチャイズの本部をやってる林さんが金出してこの放送ってできてるわけですよ。そのポジションはありますよ、それね、その中でいろいろこう言ってるわけで、そうですね、なんで、どうですかね、コメント総合的に。いや、やっぱり面白いのも多くなってきたし、
まあある意味だからあの批判的なのも全然いいので、それはそれで、あのちょっと僕は性格的にそれに対してあの批判したやつにこうどんどんそれに反論していくとかいうことはしないんだけど、まあ一応、いいものがあればこの回で取り上げていきたいと思うし、議論のネタにはしたいと思いますね。そうですね、何経由で、ね、このフランチャイズチャンネルに、ね、到達してるかは知りたいですよね、令和の虎チャンネルから来てるのか、なんかいろいろそういうコメントもあるよ ね。フランチャイズについて調べてたけどね、ちょっとね、何であのフランチャイズチャンネル知ったのかっていうのはなんかコメントくれたら嬉しいですね。そうっす、はい。